日本語ラジオ三百六十五、一五一へ。お相手は夏目で、お送りします。みなさん、こんにちは。夏目です。このラジオでは、三百六十五日毎日。簡単な日本語で。日本語や。生活の話題を。 皆さんに紹介しています。短いので、毎日聞いて、日本語の勉強に役立ててくださいね。さて、今日は季節の話題です。皆さん、今日が何の日か知っていますか日本では、3月3日はひな祭りといって、女の子の健やかな成長を願ってお祝いをする日です。家にひな人形と呼ばれる、 着物を着た綺麗なお人形を飾り、お雛人形の前にはひしもちと呼ばれるお餅を飾り、その横に桃の花とひなあられと呼ばれるお菓子も飾ります。この祭りがいつから始まったということははっきりしないそうですが、昔はこの頃に紙や藁でできたお人形に自分の邪気、つまり悪い気を移して流す 流しびなという風習があったそうなのですその風習がいつしか貴族のお人形遊びに使われていたお人形と結びつき人形を流すのではなく飾るようになったのがひな人形の始まりと言われていますまたその日の食事はちらし寿司とハマグリのお吸い物を食べますがこの食事にも意味が込められています ちらし寿司には、いろいろな具材が入っていますから、将来、食べるものに困らないようにという意味があります。ハマグリのお吸い物には、将来の結婚相手と末永く一緒にいられますようにという願いが込められています。これは、ハマグリという貝が上下ぴったり合わせることから来ているようです。ところで、ひな祭りといえば、 ややはりり華やかな,ひな人形に注目が集まりますよね一口にひな人形といってもいろいろな大きさのものがあり小さいものだとおひなさまとおだいりさまと呼ばれる天皇と皇后を模した夫婦の人形だけを飾りますが大きなものだと何段もあるひな壇と呼ばれる階段のようなものに上にはおひなさまとおだいりさまの夫婦が座りその下には 家来や使用人が並ぶ、といったおひな人形は一般的には女の子が生まれた時にその子のおじいちゃんやおばあちゃんがお祝いに買ってくれるというのが多いようですが母親のおひな様をそのまま受け継いで飾ることもあるようです私の場合はやはり父方のおじいちゃんやおばあちゃんから買ってもらったものでした ととこころで、でののののおお雛様様着物は、十二人と呼ばれる貴族のお姫様の格好です。日本の紀元794年から1185年頃までは平安時代と呼ばれ貴族が社会と文化の中心でしたそれまで日本は中国に遣唐使という施設を送って中国の優れた文化や技術を積極的に輸入してきましたが 1894年にこれを取りやめたことで中国から取り入れた文化を日本の風土つまり環境や気候に合わせて変化させてより日本らしい文化を作るようになりましたそうして生まれたのがこの十二人絵という着物ですし文学ではあの有名な紫式部の「源氏物語」も生まれました 皆さんが使っているひらがなやカタカナも、この時代に生まれたと言われています。ちなみに、お代理様が着ているのは、即対衣装と呼ばれる貴族の男性の着物です。日本の歴史は、この後中世を迎え、武士、つまり侍たちが政治の実権を握る世の中になっていきますし、彼らの着物は、もっと袖も短く、 動きやすい実用的なものが好まれて着られるようになっていくのですが貴族のこの服装は貴族の伝統としてほとんどそのまま現代まで残っています日本は2019年に新しい天皇が即位し令和という新しい年号になりましたね皆さんのうちその際の即位の令 とと呼ばれるるる儀式を見たこののああ人はいますか天皇皇皇后両陛下やご親族である皇族で方々つまり貴族の方々はその際に男性も女性もこのおひな人形とほとんど同じ衣装をお召しになっていました今も YouTube などでも動画を見ることができますからぜひ見てみたいという人は探してみてくださいね さてどうだったでしょう今日はひな祭りの話題と関連して日本の歴史のお話も少しだけ紹介しました。皆さんの国にもひな祭りのような女の子のためのお祭りはありますかまたどんなふうに祝われますかまたぜひ教えてくださいね。最後まで聞いてくださりありがとうございました。それではままた次回お会いしましょう 良い一日を。またね。